三、はい。鳥の木からお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは詩人の原子治さんです。原子治です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生に久しぶりにお会いいたしまして、鳥の木にお越しいただきましたけれども、原子先生今日がなんとお誕生日でございます。おめでとうございます。はい、今日も楽しそうです。ありがとうございます。後ろの方の事務所からもですね、大きな拍手が聞こえましたけれども、いくつになったのって聞いてもいいですか。はい、はい、いくつになったの。80です。80歳、キリ番ゲットです。おめでとうございます。素晴らしい。で、原子先生、今年はまた、いや先生いつもお忙しいですけれども、はい、今年はまた特にお忙しく活動をされていらっしゃいまして、大きいのが3つあったということですので、はい、じゃあそのあたりも含めてね、はい、今日は原子先生のライフストーリーも伺っていきたいと思います。はい、今日ご用意いたしました3つのキーワード、こちらです。じゃん、今日で80歳です。原子という名字、新しい文明を求めて、はい、この3つのキーワードで伺ってまいります。さあ、そんなわけで今日で80歳、今年大きな3つのお仕事がございまして、これはまあでも本当に原子先生のまあライフワークの集大成というとなんですけれども、大きな大きな今年に2012年になりましたね。はい、おかげさまで、まず詩は3つの分野がありまして、詩は3つの分野がありまして、はい、一番大事なのは詩劇なんですね。詩劇、はい、それを6月30日サンピアザ劇場で詩劇を上演することができました。はい、はい、もう素晴らしい。これが6月にあったものなんですけど、どんな内容だったんですか。はい、縄文人の何千年も昔の、生活と、それから文化芸術を再現しました。はい、はい、すごい、こう例えば、縄文の笛をね、福井学郎さんがやったり、はい、まあ、武田良さんがこう読んだり、なんで本当に縄文文化のもう映像と、これ音楽と詩のセリフですね。セリフですね、はい、まあ、ちょっとお芝居に近いような感じでしょうかね。はい、そうです。それと縄文ワールド、舞踊も入って、舞踊も入りまして、武田良さんはね、はい、縄文時代からある花を、うん、作ってくれたんです。それを使ったんです。ですから縄文の花です。すごいですね。はい、そんなんだったんですね。はい、このまずは大きな刺激の発表が6月にありまして、はい、そして続いて次は詩の第2に重要な分野が叙事詩なんですね。叙事詩なんです。2つ目が叙事詩でございます。はいはい、物語詩みたいなものですね。うん、はい、それで坂本龍馬という一滴の血も流さないで日本を世直ししようとした世界にも稀な人がおりまして、うんうん、私は19世紀の縄文人と思ってるんですね。その人の物語を織田信長以来300年の歩みとして叙事詩的に書いたのが小説。小説、これちょっとチラシで見せておきます。はい、龍馬異聞、はい、姫美という作品です。龍馬と縄文っていうのがあまりこうリンクしない方も多いと思うんですけれども、はい、先生から見るともう本当に龍馬は縄文人じゃないかの、はい、というのは意思を継いだ、ね、はい、うん、龍馬という縄文人というのは、はい、1万年の間戦争のなかった時代を作ったんです。うん、世界にも稀な人々だったんです、はい、我々の先祖はですね、はい、ところが坂本龍馬も同じように一滴の血も流さないで、うん、争わず世の中を変えようとした稀な人なんですね。はい、私は坂本龍馬さんは19世紀の縄文人だと思ってるわけなんです。それを小説にしたのがこの本です。はいはい、構想何年
構想から執筆で5年かかりました。あだから年を取っていられないといううちに80になってしまいました。素晴らしい。だけどこれは、まあ、調べ物もすごくいっぱいされてね、はいはい、で書かれたということですけど、やっぱり分からないところもあったみたいでね、やっぱり謎が多いんです。謎が多いんです。すごく多いんです、はい、それで謎を解き明かすのは、はい、やっぱり想像力なんですね。イマジネーションですね、はい、そこでフィクションというか、はい、小説という虚構の中で、うん、それに対する私の仮説を一応証言してみました、うん、先生なりに見たもいっぱい調べていく中で、先生の中で出来上がってきた龍馬の輪郭というのがあるでしょうから、はい、そこのところを加味して、はい、フィクションで書いた部分があるんですけど、あります。そこがすごく原子先生の色濃く出たところだと思うんです。例えばどんなちょっと予告編も含めて例えばですね、例えば、はい、うん、坂本龍馬の先祖の方々は、はい、土佐に亡命した方々らしいんですが、はい、なぜか町ではなくて西谷という山奥に入って農民生活を始めたんですね、はい、どうしてなのか、うん、それともう一つ、その一族の方々の家紋が丸に田んぼの田という字なんですね、はい、まあ、普通は丸に格靴はと言われているんですけどね、はい、真ん中に十字架があるんですね、うん、そこで私はハッと思ったんですね、うん、龍馬さんの一族の中に随分キリストの方多いんですよ、はいはい、それで私はハテと思って、龍馬さんの一族の先祖の明智光秀と言われている時代、はい、織田信長が南蛮文化を、容認して、キリシタンを擁護した、その時代は、はい、日本中に70万人くらいもキリシタンがいたというんですね、うんうん、だから私はひょっとしたら、うん、その流れの方々が、うん、土佐に亡命して、うん、山奥に隠れ里として住んで、うん、そして後世、うん、平和の技による世直しというものを志していたんじゃないか、その大志を、はい、龍馬が受け継いで、はい、明治、幕末に、はい、一滴の血も流さない、ああ、そういう世直しを彼は思想と行動で実現しようとしたんじゃないか、これが私の仮説なんですね。面白い家紋の話からまたそこの田んぼの田のクロスのところから、はい、 そう、はい、それでですね、この本の後書きにも確かに書いてあるんです。縄文キリシタン龍馬という後書きを書かれてますけれども、はい、やっぱりね、そこのフィクションの部分面白いですね。争いを好まず、はい、みんなが幸せになれる世の中を考えたのが坂本龍馬ですね、とその思想というのはやっぱり当時のキリシタンの思想でもあったし、私たちの先祖という縄文人の思想でもあるんですね、はい、うん、そこのところをしっかりとテーマにして書きました、はい、あ素晴らしいこの本がそんなわけで出たばっかりですよ、今日がお誕生日の原子先生、構想5年で出来上がりましたから力作ですね、はい、ありがとうございます、すごいですね。こちらは、白露社さんから1800円で好評発売中でございます。ほかほかですので面白い、この今のフィクションの部分をちょっと聞いただけでも、あと他のところも本当に調べに調べてですね、先生の感想も含めてこういろいろ、なんだっけ、叙事詩、はい、叙事詩、はい、叙事詩ですはい、ぜひこちら手に取ってご覧いただきたいと思います。11月の23日の金曜日に、はい、特別ステージということで、スミレホテルで、はい、一般市民の方々無料で、はい、ご招待して、はい、姫美、はい、龍馬300年の大志というステージをやりますので、出版記念ステージを、そうです、ぜひともおいでいただきたいと、はい、そう思っております、はい、こちら入場無料ということですので、はい、龍馬ファンの方、縄文ファンの方、原子先生ファンの方、ぜひ集まりいただきたいと思います、はいはい、でもう一つあるんですよ、今年のそのお誕生日イヤー記念が、詩の、うん、3つ目です、3番目が、うん、いわゆる短い形の詩なんですね、はい、私は継承詩と言ってます、はい、それは光の矢という詩集で、うん、
11月30日に観光の予定です。ですから帰省して80歳の、あの私の、くくりとして刺激、叙事詩、継承詩、3つの仕事が今年できた、ということでございます。素晴らしい。ありがとうございます。そしてお誕生日に札幌新図鑑残してこういう声も、これがまた ねすごいですね。計算してないの偶然だったんですけど ね今日誕生日なんですよね。いや、ほんとびっくりでしょ。いや、もう驚きました。いや、この引きの強さが先生のね、原子先生たるところなんですけど、これが縄文人のやっぱり引き合わせですね。そうなんですって。今年の三部作の、まずは本ですね。この本、そしてこの後の詩集ですね、皆さん注目していただきたいと思います。では先生がなんでこう縄文ということにこだわり始めたのか、このあたりを2つ目のキーワードで伺ってまいります。では2つ目のキーワードです。はい、はい、